いきます。キュッキーの特撃機カット。ツッキーの突撃。本日のゲストは村上海人投手と吉村達樹投手にお越しいただきました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちょっと手が入ってるな、と俺な。あ、そうです、ね、あ、そうです、そうです。本日改めまして村上投手、吉村投手、よろしくお願いいたします。お二方は昨年から在籍されている選手ということで、昨年からかなり顔ぶれも変わりましたが、今年のチームはどんなチームですか、お二方から見て。今年のチームいいチームですよ、ね、どこがどこが、はい、まあ、全員仲いいんちゃうんですか、去年とは比べて。特に投手が、そうですね、全体先発陣がいいんで、ね、後ろから来てさ。じゃあ吉村投手は今年は先発、中継ぎどちらも経験されて、はい、それぞれでなんかどういう風 なんか意識の違いとか、こういうここがこう違うと か、 なんかありますか。昨年は多分ほぼほぼ先発されてたと思うんですけど。基本別にあんま変わったことはないですけど。でも昨年通り、ね、やっぱりシャイだし、してないです。村上投手は、今年はもう守護神ということで9回を任されることも多いですが、はい、私は9回に特別なプレッシャーなどはありますか。プレッシャーはそうですね、毎日感じてますね、はい、てかプレッシャーを乗り越える秘訣などはありますか。緊張はこう乗り越える、なんやろ。でもブルペンで緊張してマウンド時に上がるともう緊張しないというか、はい、もう集中してるっすね、何も考えてないし、はい、もう集中することが実は一番の近道ということで。そうです、近道、はい、近道というか、ということでちょっとポップな質問を挟みたいなと思うんですが、これはシリーズものなんですけれども、皆様 の好きな食べ物をお伺いしたいと思います。それ知って面白いんですね。今度はボイコンみたいな。あ、なるほど、なんやろな、好きな食べ物先言ってもらうと、いっぱいありすぎてな、選べないんだ。あ、王将の天津チャーハン、うまいな、はい、吉村投手は王将の王将の王将の焼きそば、こんなんあるの。うまい、うまいっす、うまい。知らんすか、食べてください。ザルうどんしか分からない。ザルうどん、ザルうどん、ザルうどん、ザルうどんあるんですか、おしろ。あれ、なんや、揚げそばちゃう、揚げそば、サラ、サラうどん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 。じゃあファンの皆様はぜひおしろのテイクアウト寮に送ってください。はい、差し入れでよろしくお願いします。よろしくお願いします。村上投手は巨人時代は野手だったということで、実は野手の方ともコミュニケーション取られたりしますか。いや、全く取らないです。でも、はい、巨人時代の教えてもらった方は自分の中に留めておられる。そうですね、内緒に、内緒に企業秘密ということで、はい、巨人の。じゃあ、最後にお二方と一人ずつファンの皆様にメッセージをよろしくお願いします。あと3ヶ月ですか。優勝目指して頑張るんで、応援の方よろしくお願いします。どういう意味かな、あと3ヶ月って。あ、シーズンがね。そうですね、シーズンあと3ヶ月なんで、優勝できるように頑張ります。じゃあ最後にこちらもシリーズものなのですが、今シーズン、そしてゆくゆくは目標とともにご家族にメッセージをよろしくお願いします。ゆくゆくお母さん、お母さんメッセージどうぞ。お母さんにメッセージ、はい、普段やらせていただきありがとうございます。で、体が続く限り野球やります。いや、本日のゲストは村上投手と吉村投手でした。ありがとうございました。
緊張してたの。緊張してた。途中でなんか何も出てこなくなって肩が立たさない。いや全然。崎山先生に聞いて。そっからシズマンとスノマとね。ああそうそう。怪しいぞ俺も。見本を。あ、いじゃあ、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 じ